ナマステジーあ、言い忘れたけど、そういえばこのインドの、はい、子供たちが行くんですよね。はい、福島の。はい、いいなぜひ一緒に。大変だけど、うん、いいなインドに行けるのと思います。僕はあの音楽やいろんな精神的な哲学とか、あとね、ゼロという概念を生み出したのもインドの文化だし、そういう宇宙を勉強するってことには何千年も前から長けてる人たちなんで、音楽もね、ラビシャンカールとか大好きだし、あと映画も素晴らしい映画あるんですよ。モンスーンウェディングとか、あの踊るマハラジャみたいな映画ばっかりじゃないんですよね。モダンインド映画、モンスーンウェディングって映画本当ほっこりするんで、僕は人生で一番好きな映画。へえ、調べて見てみます。ミラーなんとかバールっていう女性の監督なんですけど、で、そう、本当にね、だからいい経験だと思うので、すっぱだかのハートでこう行って感じたままに解放して、で、日本に帰ってきてまたいつもの厳しい日常に戻っても、もうそれを閉じないでほしいなと思います。ありがとうございます。ヤーマン、あのさっき言い損ねたけどね、うん、交流するボンフリーアートっていうインドの学校の子どもたちは、はい、1億2000人いるインドの児童労働を体験した子どもたちで、うんうん、その子たちをアートで解放していこうっていう活動してるアーティストのジョン・デバラジさんと今度交流をしてくる旅にして、で確かに今ゼロの概念生み出したのインドっていうことを聞いて、なるほどと思った、うん、原発ゼロを目指して頑張ります、ね、それを生み出すのは日本人だぜって感じで、本当にここでインドに原発とか輸出させてたまるかっていう、ね、そんな思いがあります。はい、はい、まあお腹だけ壊さないように。あ、でも壊すのもいい経験かな日本でさ、公金社会でぬくぬくさ、うん、育っちゃうと、たまに手洗わないでおにぎり食べるのとか大事なんだよ。体にバイ菌を入れて慣らしとくのは。うちの子それで丈夫になってます、ね、なんて。あとそうだな、いや言いたいこといっぱいあるけど、多分俺が言うより行くのが早いから、まずは行くまでにありがとうとこんにちは、うん、僕の名前はとか、うん、英語でいいから言えるようにしてったらいいんじゃない。はい、それだけですごい子供たちコミュニケーション広がると思うから。わかりました、ね、会話のフレーズを5個覚えたら無敵だと思う。ありがとう、頑張れ。はい、じゃあね、どうも。